The Louvre Museum, Paris, France, has deleted Jesus Christ's message to human beings under the name of Stupid Restoration, together with bloodstains stains painted in the painting Saint Anne and Holy Families. You will know how stupid it was and what Jesus Christ's message was about. Which I would like to verify in this video. ルーブル美術館は愚かな修復作業の中であろうことかイエス・キリストの人間に対するメッセージをそこに描かれていた結婚とともに消し去ってしまいました。どう愚かなのか また、その結婚がどういう意味を持つのか、さらに、1500年後のキリストが彼の操り人形芸術家であったにせよ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、私たち人間に何を伝えたかったのか、それをこの動画の中で再検証してみます。広し市、ハママ・シティ・ジャパン。 後でもう少し詳しく解説しますが今皆さんにご覧いただいているのが聖安と聖母子の絵の中に描かれている血痕です血の跡ですレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはこのような絵を残しましたこれは絵の汚れではありません 衣服にもその血痕が残っています。輪郭のところでその血痕が止まっていることまた衣服のしわに沿ってその血痕が描かれている点に注意してください。これは汚れではありません。意図的に描かれた血痕です。黄色いラインに注意してください。 もし、汚れであるならば、輪郭線のところで止まるはずがありません。また、衣服のシワに沿って汚れるということもありません。これは絵です。絵画です。騙し絵です。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、 私たち人間に一つのメッセージを残しました。マリアと言われているこの人物の顔にもそれが表現されています。結婚です。断言します。結婚です。この結婚もこの人物の顔の輪郭線のところで止まっています。 さらに、この性案の右手を見てください。イエスと言われている子供の皮膚の下に手が潜り込んでいます。つまり、この子供はイエスではなくて、左、二人の人物の餌ということになります。注意深くご覧ください。手が皮膚の下に潜り込んでいます。 皆さん、これが事実です。私たちは長い歴史の中で、つまり捏造された歴史の中で、この絵を理解しているにすぎません。が、事実はもっと別のところにあるということです。同じように、岩窟の聖母、ルーブル版の中でも中央にいるマリアと 言われている女性の右指がやはり左に描かれている餌の子供の皮膚の下に指が潜り込んでいますこのような形で1500年後のイエスはここに描かれている二人の子供はイエスではなくてつまり餌であることを示しています注意深くご覧ください で、この聖安と聖母子の絵の中にはですね、血も表現されています。輪郭のところで赤い色が止まっている点に注意してください。そして、この聖安と言われている人の右手は血で汚れています。さらに決定的な証拠がこの中央に上から下に流れる。 血血ののの跡ででです汚れでああるるならば衣服のところでそがが止ままはずがありませんいいですか、皆さん。これは絵ですよ。実際の衣服ではないんですよ。どうして汚れが絵の中の衣服の上で止まっているのですかいわゆる騙し絵ということですね。皆さんはこれを見て何も不思議に思わない。 おかしいい。とも思わないしかしこれは絵なんですよ。絵の中の衣服の上で汚れが止まるはずがないじゃないですか。もし上から流れ落ちたインクのような汚れであるならば、絵の中の衣服のラインでその汚れが止まるはずがないのです。そして汚れは皆顔の 輪郭のところで止ままっていますつまりこれらの汚れイコール結婚はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスが意図的に描いた汚れということになります。ではなぜ結婚なのかそれはこの子供の向かって右側左手を見ればわかります。手に握っているのは担刀すなわち小刀すなわちナイフなのです。 中深くご覧ください。これは羊の耳ではありません。このような形でこの子供は担当、刀、ナイフを握っているのです。その証拠に耳の色が違います。先を見てください。右上の先を見てください。これは羊の耳ではありません。もう一方の羊の耳と比較してみれば、 それがわかります。羊の耳は白く描かれています。そして指の間から見える、その担当は茶色です。そして付け根のところも見てください。茶色ですね。もしこれが羊の耳であるならば、この部分も白いはずです。つまりこれは羊の耳ではないということです。だが、すなわち担当だということです。この子供は、 担当を手に,手に握り、そしてそれを羊の頭に突き刺しているのです。皆さん、これが事実なんですよ。皆さんが知っている歴史は、捏造された歴史にしか尽きないということです。つまり、このような形で、イエスは、1500年後のイエスは、私たちに強烈かつ鮮烈な歴史を残したということになります。続く動画をどうか ご覧になってください。なお、あろうことか、これらの結婚は2000年に入ってからルーブル美術館によって跡形もなくきれいに修復の名のもと消し去られています。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is too horrible, and unless it is okay, you are advised not to watch this video since it might cause you ill feeling. And I say here that common sense is unreliable at all, common sense, which is a collection of prejudices. Why i t lies plastered lies, taking a long, long taking time. upon a w h not do you doubt your common sense here in this video with me? Here is one example. 嘘に嘘を塗り固められたのが常識ということになります。あなたもその常識を一度疑ってみませんか今日もダヴィンチの描いた絵をテーマにそれを考えてみます。これが岩窟の聖母ですね。ルーブル版です。 え今日は右の天使の腕に注目して考えてみます。この腕を注意深くご覧ください。この手を注意深くご覧ください。何か反転のようなものが描かれてますね。絵の具の汚れなのでしょうかそれとも反転なのでしょうかここの部分ですね。この部分を拡大してみます。注意深くご覧ください。反転のようなものが描かれているのがわかります。 が皆さんは多分これをですね、絵の具の汚れというふうに解釈なさると思います。が、そう思うのはちょっと待ってください。実はダヴィンチは同じ斑点を別の絵の中で表現しています。これはアンと、まあ、聖アンとマドンナですね。この聖アンの皮膚を見てください。この皮膚を見てください。同じように斑点が描かれています。絵の具の汚れのようにも見えますが、 輪郭線のところでその反転が止まっています。つまり意図的に書かれた反転だということになります。この反転は何かということですね。皮膚病ということになるのでしょうかそれとも何か別のものなのでしょうか注意深く比較してみてください。が、その同じようなものがですね、実はこの案の衣服の上にも書かれています。 つまり、ブラッド、血ということになるわけですね。で、その反転をさらに精査しています。これは汚れなのか注意深くご覧ください。それとも、反転なのか そこで衣服を見てみますと、同じように衣服の上にも斑点が表現されているのがわかります。そしてその斑点は輪郭のところで止まっています。ということは、意図的に書かれた斑点、斑点であるということになりますね。ということは、これは斑点ではなくて、blood、つまり血というふうに私は判断しました。詳しくは続くビデオの中で解説しますが、となると、左のこの天使の腕に書かれている、手に書かれているのも、 とということになります。なぜダヴィンチはこんなところに血を表現したのかということになりますね。謎が謎を呼びます。続くビデオをどうかご覧になってください。これらが血であることが皆さんにも分かっていただけます。恐ろしい恐ろしい話です。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is very much horrible or fearful for some people I know. Then I say that it is 100% up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. Here are facts that I can show you for today's story. 今日の話は恐ろしい話です。これからそれを話しますが、その覚悟は良いですかまた、こうした事実をどう判断なさるかは、100%あなた自身の問題です。私は事実のみを話します。言い換えると、今までどうして誰もこんな事実に気がつかなかったかということです。ダヴィンチがこの絵を描いて、すでに500年以上も経っています。題して、血で塗られたマドンナと聖案です。 今、その絵を見ていただいていますけれども、ここにあるシミはですね、汚れなのか、それとも汚れでないのかということが最初の疑問でした。で、よく調べてみますと、汚れがですね、顔の輪郭とともに止まってるんですね。注深くご覧ください。ここですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたもの。 ではないかという今疑念を私は持ったわけですね。で、さらに調べてみますと、細かい部分で同じ色を使って、まあ、ちょうど輪郭のところでそれが止めてあるわけですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものであるということが分かってきたわけです。となると、これは皮膚病かと、まあ、そのように考えたわけですね。ダヴィンチは、あえて皮膚病の、まあ、 マドンナと、そして聖暗を書いたということになるわけですね。しかし、そんなことはするだろうか皮膚病なのかあるいはな皮膚病を断つとするならば、この、まあ、この模様、シミのね、まあ、いわゆる、まあ、どうしてそのなことを書いたかということなんですね、問題はね。で、皆さんはどう判断なさるでしょうか で、ここの部分を見ますと同じ色で、まあ、汚れのようにも見えますけども、また下のところでですね、それがまあ、汚れが止まっているわけですね。そして同じように書いてある。そして衣服にも同じような汚れが表現してあるわけです。そしてこの汚れは衣服のところで止まっているんですね。そしてよく見てください。衣服の、 いわゆるその布のです、ね、シワの間にその汚れが描かれているということですね。ということは、この汚れはですね、まあ、衣服のシワの間に意図的に描かれたまあ汚れであるということになるわけです。となると、この汚れは何かということになるんですね。もうこれは皮膚病ではありませんね。なぜか、なぜか、何かというふうに考えていくわけです。つまり、これは汚れではなくて意図的に描かれた、ま、あ いわゆるなってますかね、騙し絵ですよね。汚れに見せかけた何かであるということになるわけです。となると、顔の、まあ、いわゆるシミもですね、皮膚病ではなくて、皮膚病もしくは汚れに見せかけた何か。 であるということになるわけです、まあ、こうしてみますとこの、特にこの汚れなんか、汚れらしきものを見てくださいね、周辺に明らかに色を塗った跡がありますね。ということは、これ全体がですね意図的に書かれたものである、そしてその汚れは、ですねそのまあ皮膚のところで止まっていると、もし汚れであるならば、上の方まで行くはずですからね、あるいはまあ500年の間に誰かがですね何かをこうインクの色も投げつけて書いたのであれば、このような表現にはならないんですね。となると、何かということなんです。 いわゆる汚れではない。汚れに見せかけた何かであるということですね。いわゆる隠し絵、騙し絵になるわけです。まあ、この辺を見ますと、あたかも汚れのように見えるわけです。汚れのように見えますね。こうした手法はですね、ミケランジロもシステムの礼拝で使ってますね。例えば、ひび割れに見せかけた、まあ、いわゆるその騙し絵でですね、古く見せかけた、意図的に描かれたひび割れなんかもその手法の人だと思います。となると、これは何かということになるわけです。いわゆる、まあ、騙し絵。 隠し得てことこになるわけですでそのヒントがですね、実はここにありました。えー、中深くご覧ください。この手、ここを見てください。この手のとこ,と,ところが特に大きく汚れてますね。これは汚れではありませんね。と同時に、周りにはそれをか、まあ、隠すかのように汚れのようなものが表現しているわけです。でこの、この大きな汚れはですね、いわゆる 体の線の輪郭線で止まってますね。ということは、明らかに意図的にこの汚れは書かれたものである。特に大きな汚れが、この性案の右手の、まあ、手の上にだらっとこう書いてあるということですね。となると、これは何かですけど、もう一つヒントがありました。この縦線を見てください。これが汚れであるならば、絵の上に書かれた、いいですか、衣服の上で止まるはずがないんです。本物はそうかもしれませんけどもね。しかし、絵の中で、 別に書かれた、まあ、例えば汚れが上から垂れてきたとしますね。どうして衣服、絵の中に書かれた衣服の上で止まるんですかありえないでしょあの現実と絵の世界と区別してくださいよ。そして、ここにまあ止まっていると。となると、この赤い線も意図的に書かれたものであることがわかるわけです。もしもこれがですね、誰かがあ、まあ、インクかなんか何かか,かけてつけた、まあ、汚れであるならば、下まで行くはずですから。いいですか繰り返しますよ。横の線は、これは絵に書かれた衣服のラインですよ。 そんなところで上から流れてきたインクが止まるわけがないじゃないですか。ということを考えていくわけです。そうしますと、この上から流れてきたのは、これは何かということなんです。そうです。こういうふうに流れて、ここで止まるのは血なんですね。このダヴィンチが意図的に書いた血なんです。ということになってくるわけです。となると、この聖庵のほっぺたに描かれている、こ、まあ、ていること染み、そして、なんて言いますか、汚れのように見せかけた何かは何かということですけども、血であるというふうに考えられるわけです。 そして色も合いますね。ただ、衣服の方はですね、また別の表現がしてありますけども、何のために、どうしてこんなところに、まあ汚れ、血に見せ,汚れに見せかけた血、まあ皮膚病ではないですね。というのはマリ、マリアもそれからマドンナもですね、それからセワンも同じようにそれが表現してあります。そして衣服の上にも表現してありますから、皮膚病ということはありえません。実はそのヒントは、このイエスの左手にありました。注意深くご覧ください。 で、このイエスの左手を見てください。一見、この羊の耳をつかんでいるかのように見えますね。一見、羊の耳をつかんでいるかのように見えますね。これが騙し絵、隠し絵なんです。しかし、これは羊の耳ではありません。先を見てください。羊の耳は白いです。ところが、このイエスが持っているこのものはですね、この、 まあち,ょちょうどですね、手に握ってるものは羊ではなくて、色がですね、羊の耳の色とは違います。魂なんですね。実は、ここにイエスさんを持ってるのは耳ではなくて、耳ではなくて、なんだと思いますかナイフなんです。イエスは左手にナイフを持って、それを羊の頭に突き刺しています。イエスはナイフを持っています。もう一度比べていますから、比べてあ皆さん自身で確認してください。 耳は白いです。下を見てください。もしも耳であるならば、これだけ出てるんですから、イエーーダ・ヴィンチはですね、レオナウドは白い耳を描いたはずです。わかりますか白い耳。しかし、これは耳ではありませんね。ということは、イエスは左手で羊の頭にナイフを突き刺しているという、まあ、極めて残酷な絵なんですね。まあ、その証拠に、このイエスの顔を見てください。後でまた出てきますけども、目がおかしいです。黒目です。 そして、この目は、まあ、俗に言います。死んでいますね。子供のにこやかで優しい顔ではないと、私は判断しました。という、まあ、恐ろしい話です。そして、その血がですね、まあ、象徴的に飛び散っている。そして、それを隠すために、病気のよう、あるいは汚れのように見せかけているということですね。もう一度この絵をしっかりとご覧ください。一見、汚れのように見えます。皮膚病のようにも見えます。 そしてその汚れはですね、顔の輪郭のところで止まっています。一部分ね、そのダラーっと流れたように見せかけて、汚れのように見せかけているところもあります。それが混在しているわけですよね。ですから、皆さんは騙されました。そしてこの、えーまあ、事実に500年以上も誰も気がつかなかったということですね。汚れだ、汚れだと思い込んでいたわけです。 で、結論になりますが、皆さん注意深くご覧ください。ここですね。えー、汚れが顔の,あの、いわゆるその顎の下で止まってますね。ということは、これは汚れではない。あとから、まあ、誰かがね、例えばインクを投げつけて変えたような絵でもないということです。そして、その下の方の輪郭はスーッと横へ流れてますね、線が。ということは、同じ色で同じように描かれてますから、これは汚れではありません。 と同時に、マリアにも、それから、聖ンの顔にも、そして衣服にもついてますから、これは皮膚病でもありません。となると、これは血ということになるわけですね。色も合います。なぜ、この絵の中に血が飛び散ってるか。その理由は、続くビデオを見ていただくとわかります。この絵の中には、恐ろしい物語が隠されています。というのは今日のビデオでした。続くビデオをどうか参考にしてください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about one of the most well known paintings painted by Leonardo, a painting with the title of The Virgin and Child with Saint Anne. An art critic, for example, writes about this painting as follows As he did in The Virgin of the Rocks, Leonardo set a religious scene in a fantastic landscape and placed an abyss between a view and figures. The mountainous distance is conveyed by atmospheric perspective with bluish and crystalline highlights and reflect his interest in geology and meteorological phenomena and etc., etc. I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different idea and wonder if what he writes here is true or not, or all or not. Leonardo painted Sacred Bloody Mary in the painting of the Virgin and Child with Saint Anne. You also know the reason why he did it in this video following. 皆さんご存知のダミチの描いた聖アンナと聖母子の絵です。 世界中の、そして日本中の美術評論家が絶賛してやまない絵画です。が本当にそうでしょうか本当に全てでしょうかこの絵の中には、目の毛もよだすダヴィンチからの恐ろしいメッセージが隠されています。それを説明する前に、皆さんに一つだけ説明しておかねばならないことがあります。血の染みです。血液の染みです。血というのは 出血した直後は赤いですが、衣服についた血を放置しておくと黒く色が変色します。で、その後、血液の中のタンパク質が硬化して、洗濯をしても色が落ちなくなります。淡い黒い色が残ります。これを血液のシミと言います。ダヴィンチは聖アンナと聖母子の絵の中で、騙し絵という手法で血と、そして衣服についた血のシミを表現しました。 そうであるかないかは皆さんご自身で判断していただきますが、なぜダヴィンチはこんな絵を描いたのか、こんなシミを書き残したのか、その理由もこの動画の中で説明します。その事実を冷静に皆さんに知っていただきたいのです。そんなバカなとかありえないとか言って吐き捨てる前に、そこにある事実を知っていただきたいのです。私はこの動画の中で事実のみを皆さんに報告します。 証拠を添えて報告します。その上で、なぜ、どうしてと自分に問いかけてほしい、見てほしいのです。つまりダ、ダヴィンチはこういう形で500年という歳月を経て私たち人間に強烈なメッセージを送り続けていたのです。驚くべきというか、恐るべきメッセージです。ダヴィンチの絵は素晴らしい。 と、つまりは、表面的な美だけに騙されないで、その向こうに隠されている、その強烈な、言い換えますと、鮮烈なメッセージを読み取ってください。それでこそ、私たち人間はダ、ダヴィンチを真に理解したことになるのです。世界中の美術評論家が書いていることが正しいのか、それとも私、林博が言っていることの方が正しいのか、それを判断なさるのは、あなた自身だということです。 では、動画を見ながら説明します。まあ、これがその、ま、絵画なんですね。聖アンナと聖母子の絵ですね。で、この絵の中にですね、この、ま、こちらの方が、ま、聖アンということになるわけですけども、この顔に、 ま、出ているこのシミですね。これは汚れなのか。いわゆるま、絵画のね、そのものの汚れなのか。それともダ、ダヴィンチが意図的に描いた汚れなのかということなんですよね。で、これは私は血液と、ま、血というふうに判断しました。というのはですね、汚れであるにもかかわらず、この輪郭線のところで、ま、止まっているということですね。この汚れが。ということは、ま、後でねた、例えば何かの、ま、表紙にですね、インクなんかがかかって汚れたというのではなくて、 あるいはまあカビが生えたとかそういうことではなくて、この汚れそのものが意図的に書かれているということなんですね。そしてこの衣服にも同じような汚れが表現されていて、輪郭線のところで止まっていること、それからシワの間にその汚れがまあ描かれているところに注意してください。すなわち、これらの汚れはダビンチによって意図的に書かれた汚れだということだったになります。そしてこの汚れがですね、何であるかということなんですね。顔の方は血ということで判断できましたけれども、この衣服についた汚れは何であるかですけれども、これも血の汚れというふうに に判断しましたそれは冒頭に挙げました写真をと見比べていただければ分かると思います。なおちこれは血がです、ねまあ、いわゆるシミとなって残った後だということになるわけです。となると、なぜダヴィンチはこのような、まあ、絵を描き残したかという問題が出てくるわけです。まあ まあ、いわゆるね、聖、まあ、アンナと聖母子という、まあ、タイトルがつくような絵の中で、なぜダヴィンチは聖アンナの顔にですねいっぱい、まあ、血をかき、そして衣服には血の染みをかいたかということなんですよね。まあ、今、もう一度ご覧いただいてますけど、一番右が、えー、衣服に残った血の染みということになります。でこれと同じ染みがですね聖アンナの衣服の中にも描かれているということですね。色も全く同じなんですね。そしてその感じも風合いもですね全く同じように、まあ、描かれているということなんです。まあ、ダヴィンチはこのように 正確に描いたというよりもやはりりこここうこういいいっったたととととろでもも写真技術を使っていたということになります、まあ、ともかくも、なぜこんな絵を描いたかというその理由はです、ね、このビデオの中で説明いたします。で続くビデオをどうかご覧いただきたいんですけども、まあ、ダ・ヴィンチャーはこういう形で,です、ねまあ、隠し絵、あるいは騙し絵という手法で,です、ね、500年という歳月を経て、強烈な、そして鮮烈なメッセージを私たちに残したということになります。 それをまた理解するのが真にダヴィンチを理解したということになるのではないでしょうか。ま,あ、まさに血に、まあ、なってますが汚れたマドンナということになります。バイフォーナウ。 madonna and st. anne, who eat a child, a painting painted by leonardo. i just show you here in this video only fact, believe it or not, only fact. then i say that it is up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. here are facts that i can show you for today's story. 子供を食べるマドンナとセイアン。今日の動画は恐ろしい動画です。大変ショッキングな動画です。題して Bloody Saint Anne with Madonna 血にまみれたセイアン。あるいは Madonna Who e a t Infant Painted by l e o n a r d 幼児を食べるマドンナ by Da Vinci です私はこの動画の中で事実のみを皆さんにお伝えします 信ずるか信じないかという問題ではありません。こうした事実を受け入れるかどうかという問題です。その上でどう判断なさるかはあなた方の問題ということです。私ではありません。あなた方の問題ということです。マドンナとセアンは子供を食べていました。で、その動画はこの動画の後につなげておきますが、さらに奇怪な事実が私のところに届きました。フランス・パリ在住の セリキ村さんがルーブル美術館へ行き、その写真を届けてくださいました。またまたその写真を見て、私は驚きました。これからその写真を紹介しますが、決して解像度が低いわけではありません。2448×3264 ピクセル、つまり超超高解像度の写真です。その写真は、私が今まで検証してきた絵とは違います。どう違うかは、 これから説明しますが、唯一考えられることは、ダヴィンチは2枚の絵を描き残したということです。あるいは現在、ルーブル美術館に飾ってあるダヴィンチの絵は、そのコピーか偽物かということになります。が、こんなことはあり得るでしょうかセリキ村さんが届けてくださった絵の中の聖アンとマドンナは、美しすぎます。肌には、結婚の、結婚の跡がありません。 これはどういうことでしょうかつまり私はコピーあるいは別の絵でも良いのですが何かしらその裏に意図的な隠蔽工作のようなものを感じます。こんな絵ではまずいぞということで展示用には別の絵を飾っているとです。私がこの続く動画の中でお見せするダベンチの絵はあまりにも空恐ろしいものです。皆さんが今まで持っていた常識を180度ひっくり返すものです。 あるいは今までの皆さんの思い込みを粉々に粉砕するもので,です。だからルーブルでも展示用には別の絵、つまりコピーを展示している。あるいはダ・ヴィンチ自身が同じ絵を2枚描いたとも考えられます。が、私は今までそうした話を聞いたことがありません。えっともあり、まず、セリキ村さんから送っていただきました絵、えっとですね、私が持っている資料と比較してみます。 もちろん、私の資料の方がその2倍ほど精細なものです。なお、この中でお見せする事実は、すべて林博士が発見したことです。では、恐ろしい話です。覚悟はよろしいですかでは、画面を見ながら説明します。これが私が、まあ、現在持っている資料です。極めて解像度の高い まあ写真ですねでおととい、セリー木村さんがですね、ルーブル美術館へ行って、この写真を撮って、送ってくださいました。えー、2448×3264 ですから、同じようにまあ解像度は高いんですけども、この絵を見て驚きましたね、聖ンもマドンナも美しい肌を持っています。そこに注意してください。 でこのセアンの肌にはですね、結婚の跡が全くないんですね。まあ、少しかすかに色が残ってるかなっていう感じはします。どうしてでしょうかということなんですね。で、比較しています。これが現在、ルーブル博、まあ、美術館にある絵の写真です。と、右が私が手持ちに持っている まあ、絵の写真ですね。で、比べてみてください。で、右の方は後で証明しますけども、これは結婚の後です。血の跡なんですね。ところが、左のセリ・キムロさんが送ってくださった、現在のルーブル美術館にある絵の写真にはそれがないんですね。そして、色の風合いも違う感じがしますね。色温度が違うって言いますかね。 そういういところなんでで、すよ。でまあ、これはあのカメラの特性によるものかなという部分もありますので、なんとも言いませんけれども、この部分ですね、あとでもう一回照合しますけれども、影の出来具合が全く違います。で、これは、まあ、現在のルーブル美術館に飾ってある写真ですね、絵の写真です。で、右が私が持っている手持ちの写真ですけれども、まあ、これもその何て言いますか、あの メイドさんの違いによってこうした違いが出たのかなとも思えなくもないんですけども、それにしても、マドンナの皮膚が綺麗ですね。そして、一つ、これは確認ということになるわけですけども、このイエスと言われている子供の目を見ていただきたいんですけどもね。で、セリーキノラさんが送ってくださったこのイエスの目は真っ黒ですね。で、右の方は私が持っている白なんですけども、黒目かなということで、まあ、前回はペンディングということにしましたけども、やはりこう、瞳があってますか。 おかしいですね。大きいです。それで、セリーキムラさんが送ってくださったイエスの目の瞳も真っ黒ですね、これね、よく見ますとね。まあ、明度を上げてみましたけども、真っ黒の目だと。でラファエルがですね、同じような、まあ、少女の絵を描いています。ジプシーの女の子ということになっていますけども、まあ、不気味になっています。はっきり言って不気味な目をしてますね。真っ黒です。まあ、こうした絵をラファエルも描いているわけですね。で ダヴィンチも同じように書いているっていうふうに解釈できるわけです。イエスの目はおかしいですね。人間の目ではありませんね。で、もう一度比較してみますと、まあこれがですね、セリキムラさんが送ってくださった写真です。で、これが、まあその、セイアンの首の部分ですよ。注意深くご覧くださいね。ここからが本題ということになりますので、そしてみんな私が持っている資料の写真です。そして比較してみて、 ください。これが、あの、なんて言いますか、これは違いよくわかりますね。で、左の絵は解像度が低いかっていうことではないんですよ。同じように解像度が高いんですけども、やはりその、こうしたその部分が写っていないんですね。まあ、これ、あとで証明しますけど、結婚です。血ですよね。そして、汚れではありませんよ。絵の汚れではありませんよ。ということで、もう一この、 ブラディセント・エンですね。を見ていただきたいんですけども、こうした検証の場合は、ですね、細かいところを見ていくんですけども、ね、ここの部分をちょっと見ていただきたいんですで。これは両者同じ絵なのか、それともコピーなのか、それともダヴィンチが2枚描いたのかという問題が出てくるわけですけどもね。色温度を上げてみますと、あるいは明度を上げてみますとここに、左の方には影がありますけども、 B の方にはないですね。ですから全体に露出が、なんて言いますか、落としてあるのかなっていう感じもしますけども、明るくしてみますと、やはりこう違いがわかりますね。そしてこれはあの両方同じように色温度上げてみたんですけども、色の不安が全く違うということですね。ということは、コピーか、あるいは2枚あったかということになるわけです。何かしら謎が謎を呼びますね。ということで、続く恐ろしい動画をご覧ください。覚悟はよろしいですかそれでは、bye for now. it doesn't matter whether it is intentional or not. resolution of a painting or an alteration of it destroys its value as evidence. here i show you some of the examples in this video, the examples which are not any other acts than profanities. あるいはないにせよ、絵画の修復あるいは回収は、それが証拠として持つ価値を破壊します。そうした例を、この動画の中で皆さんにお見せしますが、それこそ、神に対する冒徳以外の何者でもありません。広林 City, Japan では、画面を見ながら説明します。絵の修復イコール、 証拠隠滅私がその事実に最初に気が付いたのはですね、今からもう3年以上も前の2012年のことです。えー、ブルガリアアソフィアの アレクサンドラ・レフスキー大聖堂のこの絵を調べていたときのことです。左が修復前、右が修復後ということになります。色の風合いも微妙に違いますけれども、この2枚の絵を比べていたときにです、ね、人物の顔が微妙に違っていることに気がつきました。例えばこの2人を比べていただいたんですけども、右の方がより人間っぽくなっていますね。そしてサングラスをかけています。それ左の中央を見ていただいたんですけども、白い襟の上にですね、まあ、人間の顔があったと思われるんですけども、この段階ですでに消されていますね。それがでですね、右の方では に消されててももう何も残っていませんで中央のこのビショップに注意していただきたいんですけども、左の方を見ていただきたいんですけども、これはどう見ても人間の顔ではありませんね。まあ、チョークワイドの顔に顔で,です、ね、目の周りにあかか縁があります。そして耳のところには大きな穴が,穴が開いているように見えますで、まあ。発達した顎ですね。そして鼻が低くて口がとがっているように見えます。それは右の方ではやはり紳士っぽく描、えー、き直されています。これがですね、1500年後にイエスが描いた、えー、いわゆる、まあ 長頭人間ですね。縦長長頭人間だと林博士は判断しています。で、この顔とですね。先ほど見せました。アレクサンドラに不思議大聖堂のこの絵とですね。比べてみますと、輪郭が大変よく似ているのがわかります、えー。飛び出た。 額、そして低い鼻、大きな鼻、の花、そして、えー、口がですね、独特な形と言いますか、まあ普通でない形をしているのがわかります。そして、この両者の輪郭を貼り合わせてみますと、同じであることがわかります。なあち、えー、右の、えー、アレクサンドラネフスィ大聖堂のこのビショップはですね、私は、コンヘッド、超党、縦長超党人間と判断しました。そのまあ、これがパラクスで見つかっている超党人間の頭蓋骨ですけども、それをですね、えー、1500年後に絵を描いた絵と合わせてみますと、ぴったりと輪郭が合います。なあち、えーまあ、 これダビンチの策ということになってますけどもねここに描かれているこの人はですね超等人間ということになるわけです次に食業としての虐待された子供の話ですこれはイエスの洗礼の絵ですけどもこの左下に二人の子供が描かれていますで右の方が修復後ですけども綺麗になってますねで拡大していますと左の方の子供の目に注意していただきたいと思います 目を見てください。きれいになってますけども、左の絵を、えー、修復前の顔を見るとですね、誰が見ても明らかに虐待されてますね。目が腫れ上がり、はい、それから目の周りにはクマができてますね。であの鼻がつぶ、ね、れてますね。そして向かって左の子どもの,の目もつ、つなれてますか、つぶれてるような感じもしますし、そして目のし、ここにクマができている庭園からですね、私は虐待を受けた子どもと判断しています。まあ、どのようにしてこう修復されているかですけども、例えば一つの例ですけども、このヨハネと言われている人の中 指を見ていいたただきたいんですけども左の中指には耳のようなものが入ってますね。不気味な耳のようなものがここ描かれています。それがですね右の方の絵ではそれは消されています。このような形で,ですね自分たちにとって都合の悪いものはどんどん消されているということですね。絵の修復イコール証拠・意味というのはそういう意味です。で前もって申し上げていきますけども、ルカシニュレリとそれからダ・ヴィンチは同一人物です。1人2役のいわゆるパペット・アーティストだったということですね。1500年後のイエスに操られた人形・ まあいわゆる、まあ、あ芸術家であったということです。その証拠にですね、花を覗いてこの両者の子は全く同じなんです。で、年齢差もちょうど7歳あるんですね。まああの千 生年月日を調べてみますと、ですね、えー、ちょうどこの絵の中に表現されているシノレルとダビンチの顔もちょうど7歳ぐらいの差があるように思われます。例えば上まぶたがです、ね、シノレルのほうはより垂ち下がっています。まあ、そういった違いがありますけれども、この両者は全く同じなんです。鼻だけはおそらく変装用で、ですね鼻とひげだけはつけたり外したりしていたんだろうと思いますけれども、変装用として使っていたんだろうと思いますけど、一人二役の、えー、芸術家であったということになります。これも林宏の、えー、発見です。 とですね、いわゆるプロポーションも全く同じだということですね。ただし、花とひげだけは違うということです。なわち、シノレリとダヴィンチは同じ人物であったということに注意してください。なわち、シノレリの絵イコール、まあ、レオナルドの絵ということになるわけです。でそうした視点で,です、ね、このシノレリの絵を見ていただきたいと思います。中央上にです、ね、マドンナがいて、そして子供を抱えています。そのマドンナの下にはです、ね、シノレリの描いたこの絵の中にはです、ね、子供の骸骨がずらりと並んでいますね。 これはし絵ですね。一見、まあ、骸骨のようには見えなくなってますけども、まあ、こういう形で,ですね。し絵という手法でですね、シノレディも子供の骸骨を並べて描いたわけです。なおち、マドンナは人間の子供を食べていたということになるわけです。で、これが骸骨だということですね。で、この子供の顔に注意してください。上の子供の顔に注意してください。この子供の顔ですね。これは一応、シノレディが描いたということになってますけども、1500年後のイエスですね。そそしてその 顔とですね、先ほどお見せしましたイエスの洗礼の中に描かれている子供の顔と比べてみてください。同じように目の周りにクマができてますね。そして目が腫れ上がっているような感じがします。この左の子供のですね左目ですね、何かしら潰れているように見えますね。まあ、このようにですね、同じもともと1500年後のイエスさんが描いた絵ですから、同じようになるのは当然ですけども、このような形でですね、まあ、中央のマドンナがですね、子供を食べていた。すなわち、イエスの洗礼の中のこの2人の男性もですね子供をこれから食べようとしていると。 シルャス判断しましまた中央にですね、穴あきドルメンが描かれています。そしてイエスの手には担当が握られていました。これは聖庵、えー、と聖母子の絵ですけども、こ,のこ,れがこちらの方があのマドンナですよ。日本では逆に理解されているみたいですね。これがマドンナです。そして右の方がですね、 現在のルーブル美術館に飾られています、同じ絵ですけども、修復されています。左が修復前です、右が修復後です。でこれは解像度が低いわけではなくて、同じような解像度で撮られた写真です。 で、この顔を比べていただくと分かりますように、左の方には結婚の跡がしっかりと残っています。結婚だということはです、ね、下見ていただくと分かりますように、顔の輪郭のところでその汚れが止ま汚て、汚れ,汚れあいませんけどね、止まっています。この絵も1500年後のイエスによって描かれたものです。そしてこういったカバンだ、バッグだとかね、衣服には結婚いわゆる血の シミの跡が残っていますところが右の方では完璧に消されています。なおち左のこの絵の中にはですね、えー、血痕がたくさん書かれているということですね。その説明はこの動画に続けて皆さんに説明しますから、そちらをご覧ください。で、この向かって右にいます、このイエスって言われている子供の手を見ていただきたいんですけども、羊のです、ね、耳を掴んでいるように見えますけども、これは耳ではありません。中学をご覧ください。色が違います。 そしてこの子供はですね、羊の頭にナイフを突き刺しています。これも騙し覚醒の手法ですね。この子供はナイフを持っていて、そして羊の頭に突き刺しています。 その証拠に今言いましたように、耳が白くありませんね。そして、詳しく大きく、えー、見ますと、指と指の間に白い、まあ、羊の耳が見えるはずですけども、白くありませんね。なあち、これは担当であるということです。なあち、この子供は羊の頭に担当を突き刺して、その血しぶきがですね飛び散っているということを、えー、1500年後にイエスは表現しました。一応、これもレオナルド・ダ・ヴィンチの作品ということになっていますけども、レオナルド・ダ・ヴィンチもこれはパペットアーティストでした。いわゆる、まああ 二行だったわけですね。そして、がん、がんの、聖、え、母、ー、の話になります。で、が窟の聖母、これは右の方はロンドン版です。で、このロンドン版も修復されていると思います。その証拠をこれからお見せしますけども、左の方はルーブル版です。で、ルーブル版についての、あの、これは証明しましたけど、この、えー 岩屈の成部ではなくて、これは水中の成分なんですその証拠に水面に浮かぶ左の方を見てくださいね。木や葉っぱ、枯れた木や葉っぱが浮かんでいます。ところが右の方では消されてますね。でよく見ますとですね、この絵の色の塗り方、青,いの,青の塗り方に注意してください。えー、輪郭のところで白いあの隙間ができてますね。そしてムラができてますね。そして下の赤丸のところを見ていただくとわかりますように、大変稚拙な、まあ、色塗りがしてあるわけです。なわち、えー、ロンドン版の方は明らかに改変されているわけですね。理由はわかりません。 消されている以上、これ以上、追求のしようがないですね。で左の方はですねこれは水中の様子を表したものです。でその証拠にです、ね、これから皆さん、ちょっと脇道水されますけども、これはロンドン版の方ですね。 で、この、えー、これがあのルーブル版です。ちょっと色、あの、絵が混ざりましたけども。で、この両方を比べて、あ上と下を比べていただければ分かりますように、これ下はですね、水中からあ上を見た写真ですけども、その表現の仕方が一致しているということです。なあち、このカプセルに入った生母子たちはですね、ガブレット生母子たちはですね、水の中にいるということです。えー 水の表現が写真のように、というか、これは写真なんですけどもね、正確に描かれるいう点に注意してください。山の輪郭もぼやぼやとしてますね、これは水中から地上を見ますと、このように見えます。そして、この山ですね、山の輪郭にもう一度注意してくださいね、そしてまあこうしたカプセルの中にいて、そしてカプセルがあって、その中にこうした人物たちがいて、そして水中にあるということですね。 そうした表現をしてやるということですね。まあ、それがですね、今度修復され、修復されてますか、されて、右のロンドン版のようになったと、林博氏は考えています。もともとはこのような形で表現されていたのではないかと思います。まあ、これも、やはり修復イコール証拠隠滅ということになるわけです。こういう絵ではまずいぞということになったわけですね。まあ、続く動画、2作ちょっと長いですけども、2作つなげておきます。動画ご覧になってください。えー、いわゆるまあ、絵の修復という名目でですね、えー、修 こう書って言いますかね。いわゆる、まあ、ま、諸行秘密がなされてきたということです。林宏施設です。Bye for now. the conspiracy of gas. episode 5 when we see a familiar painting, we begin to repeat the process of putting our own feeling in it as usual, according to our common sense we have had. then albert einstein wrote: common sense is a collection of prejudices acquired by age eighteen. or, more often, i. Hiroshi Hayashi say here that common sense might blind us. Here is another example: the Madonna of the Young Winder, painted by Leonardo da Vinci. In this painting, you can see Madonna or Bloody Maria after fifteen hundred years who eats a child. 見慣れた絵を見ると、私たちはそれまでの思考プロセスを繰り返しながら、その絵を見ます。つまり、私たちの常識に従って、その絵を見ます。で、アインシュタインはこう書いています。常識などというものは、その人が18歳の時までに得た偏見の塊である、と。が、それだけではありません。その常識は、大変しばしば、 私たちを盲目にします。ダヴィンチの描いた糸巻の聖母もその一例です。この絵の中では血にまみれたマドンナが子供を食べようとしています。正確には1500年後のマリアです。イエスではありません。食用の子供です。広島、は浜松ハママシティジャパン。 では画面を見ながら説明します。糸車の聖母です。この絵画もまた修復されている可能性がありますが、それはさておきます。糸車の聖母は2枚あります。左を B バージョン、右を L バージョンとしておきます。で、B バージョンの方にはマドンナの、まあ、左手の指が描かれています。しかし、右の L バージョンの方からはそれが消えています。 まずそれを皆さんに見ていただきますが、左の B バージョンの方には指がありますね。しかし、L バージョンの方からは消えています。そして、中部からご覧ください。左の B バージョンの指は異様に長いということです。で、これはですね、右の上の親指の爪を見てください。爪がしっかりと書かれてますね。ですから、左の B バージョンの親指もの爪もここにあると判断します。その 親指の爪ですね、今まるで囲んだのが爪です。そしてこれがです、ね、人差し指、もしくは中指のあ爪ということになります。そしてその位置を比べてみますと、まあ、右がです、ね、比較的指が長いと思われる女性のです、ね、手,を手の写真を並べてみました。で比較してみますと、まあ、この親指と人差し指の付け根、そして人差し指の爪のあるところですね、この部分が異様に長いということです。これは 前回言って言いますか少し前精査した時に皆さんに紹介しました。まあ、普通の指ではないということですね。岩屈の聖母子の中のあマドンナも指が異様に長いです。それについてはこ,のこれに続く動画の中で説明します。まあ、こうしたおかし,なおかしなところがあるということですね。他にもいろいろとおかしなところがあります。例えばこの子供ですね。これはイエスではありません。それは後で説明します。でこの、まあそので、 この部分がですね、左の方は割としっかりと書かれてますけども、右の L バージョンの方はですね、何かしらおかしな形になっているのが分かります。まあ、これについては理由が分かりませんけども、もう一つ、まあ、私がですね、納得できないところがあります。それがですね、この頭なんですね。で、注意深くご覧ください。で、左の B バージョンの方もですね、 えー、右のエルバージョンの方もですね、額に妙な妙ななんて言いますか、布のようなものがかけてあります。右はですね、えー、聖母子と聖安、聖安と聖母子ですね。の絵です。やはりダビンチの解体ですけども、やはり、えー、頭に奇妙なものが描かれています。これはミケランジェロが彫ったペーター像です。このペーター像の額にも、やはりおかしなものが表現されています。 これは偶然の一致なんでしょうかそれとも何か特別な意味のあるものなんでしょうか私はこれをです、ねえー、レースと判断しておりましたけれども、左の方をのダ・ヴィンチの描いた絵を見ますとです、ね、これがレースではないということはです、ね、上の髪の毛の,付け,の付け根のところを見ていただくとわかります。なわち、この白い、まあ、額を覆っているこの布のようなものがです、ね、額の分、まあまあ、かれているその ところがもう続いているということですね。なおちこれは頭に巻いたレース、あるいはチ巻きのようなものではなかったということを意味します。で、もう一箇所、えー、注意していただきたいのがこの髪の毛なんですね。で、この髪の毛です。そしてこの左のですね、マドンナの胸元なんですね。中部画ご覧ください。 で、どうしてこれがおかしいかってことですよね。いわゆるマリアだからおかしいのです。2000年前にこのような髪型、あるいはこのような衣服があったかという疑問もさることながらですね、マリアというのは貧しい大工の奥さんではなかったのでしょうか。それにしては豪華ですね。そして、極めつけはこの血にまみれたメアリーです。で、この マドンナのですね胸元を見ていただきたいんですけども、ここに奇妙な赤いラインがあります。このラインには見覚えがあります。聖安と聖母子の絵の中に同じものが描かれています。これは別の動画でですね、血であることを私が証明しました。比べてみてください。やはり上から下に垂れてますね。直線的に垂れています。そしてそれがですね、絵に描いた,絵に描いた衣服のところで止まっています。汚れであるならば、 絵に描いた衣服のところで止まるはずはありません。なあ、これは、ね、隠し絵、騙し絵という形でダ・ヴィンチが血を描いたということになります。そしてそれと同じものが、ですね、えー、左の糸車の聖母の中にも描かれているということですね。で、もう一を見ていただきますけれども、ここにですね、またそのこの子供のの、ね、お腹に、やはりこう奇妙なものが、まあ、消されているような感じですね。これやはり私は修復されているんじゃないかと思います。 右の方の絵と比べてみるとです、ね、色が全体に薄くなっています。しかし、明らかにこれは血ということになります。汚れではありません。で右の方の絵と比べていただくと分かりますように、色風は同じなんですね。ということは、この子どもの腹にもです、ね、同じような血が描かれているというふうに林博士は判断しました。まあ、それは恐ろしい絵,に絵だということですね。 でもう一度、この性,あ性案と、えー、性母趾の絵を見ていただきたいんですけども、これはあの別のところで詳しく精査しましたので、そちらをご覧になっていただきたいんですけども、ここでは簡単に説明しておきます。これがですね、汚れか、それとも皮膚病なのか、それとも血なのかということで、まあ、調べていました。しかし、皮膚病ではありませんで。汚れでもないんですね。というのは、この赤い汚れのようなものがですね、 顔の輪郭線で止まっています。そこに注意してください。ということは、もし汚れであるならば、まあ、こうして輪郭線のところで止まるということはないはずです。すなわち、意図的に描かれた、まあよまあ、汚れ、すなわち、血であるということになります。まあ、いわゆる隠し絵、魂絵の、まあ、手法ですね。注意科をご覧ください、まあ。ダビンチはこのような形で、というかね、1500年後にイエスはこのような形で、まあ、血を描いたということになります。で、西安と、うん マリアの皮膚には、ですね、このような汚れに見せかけた血の血がまあ描いてあるということですね、そしてこの衣服にも、いわゆる乾いた血と言いますかね、あのが描いてありますこの。この色はですね、乾いた血の色と同じです。でそれがですね、汚れてない証拠に、この衣服のシワとか輪郭線のところで止まっている、輪郭線、まあ、シワに沿ってあるということですね、そして輪郭線のところで止まっているということです。 まあこういっ点簡単に皆さんにお見せしますけども、これは血なんですね。で、なぜこんなものを書いたかということなんですけどもね、まあ、1500年後のイエスがですね、なぜこんなものを書いたかですけども、まあ、それはですねこの、ここの絵の中に出ている、えーまあ、男の子にその、えー、理由を見ることができます。ともかくもこうやって見ていただきたいのは、ですねこのように、血、まあ、にあ、いわゆる汚れに見せかけた血が書いてあるという点ですね。 そして、ところどころに本当に汚れのようなものを書き込んであるわけです。まあ、こうしてですね、まあ、騙しているわけですね。でこれ特にこの、えー、西安の右腕の手のところですね、ここに、えー、大きな、まあ、赤い、まあ、血が書いてあります。そしてそれはですね輪郭のところで止まっているということなんです。同じこれは、えー、汚れでもなければ、また、 まあ皮膚病でもないということですね。衣服にもついてますからね。ですから、これは血であると。で、この先ほど言いましたように、この上から、これは騙しなんですね。あのー、もし、まあ絵で、汚れであれば、この衣服絵に描かれた衣服のところで、この、まあ、流れが止まるということはありえないことです。なあち、まあ、こういう形で、これは血,だ血であることを示したわけです。衣服のところで止まってますね。しっかりと止まっています。なあち、これは意図的に描かれた、まあ、 絵ということになりますでもう一度しっかりとここを見てくださいそしてそれそれと同じものがですね糸車のえ聖母の中にも書かれているということですで、ただ冒頭に言いましたようにですね絵が綺麗すぎますから私は修復されている可能性があると思いますこの成安、えー、と聖母心もですね、えー、修復されて現在はすごく綺麗になっています でこのセイアンのです、ね、手がです、ね、イ,エイエスと生まれる子供の皮膚の下に潜り込んでいるところも注意してください。そして、この子,子供はです、ね、左手に担当を持っています。そして、羊の頭に突き刺しています。先を見てください。白くありませんすなわち、これも騙魂の手法ですね。一見すると耳のように見えるんですけども、担当であるということですね。で結論ということになりますけれども、この糸車の聖母。 の中にはですね、一見するとますかあの、今現在日本に来ているそうですけども、03、03、03の連続ですけども、実はこの絵の向こうにはですね、恐ろしい、まあ、マリアの実像が描かれているということになります。すなあち、これをマリアはですね、えー、2000年前のマリアではなくて、えー、今から500年前のマドンナであるということになります。となりますと、この子供はイエスということはありえませんね。彼は、えー、イエスではなくて、 マリアのの食用の子供であるということになりますこのような形で、1500年後のイエスならち、私たちがダビンと呼んでいる1500年後のイエスはですね、マリアが人間の子供を食べていたということを表現したと林博士は考えています。続くビデオの中で、さらに糸車の成分についての謎に迫ってみます。どうかご覧になってください。Bye for now!